英雄騎士のお兄ちゃんまた会えて嬉しいおはよう英雄騎士のお兄ちゃんクレーを冒険に連れてってくれるのクレーもう待ちきれないクレーまだ眠たくないでも クレイいい子にするって約束したからお兄ちゃんにお休み言うねここは面白いよでっかいお家に広い空き地があるのクレイが見たことないものがたくさんあるし端から端まですっごく長いんだよ お兄ちゃんに時間があったらクレイが遊んであげるトカゲを捕まえたりカエルを追っかけたり絵を描いたり図工をしたりそれとかくれんぼ面白いことがたくさんあるんだしてないよ英雄騎士のお兄ちゃんのお家を壊さないでって 団長から言われてるんだだからクレー何も持ってきてないのトカゲを捕まえたりカエルを追っかけたり絵を描いたり図工をしたりそれとかくれんぼ面白いことがたくさんあるんだいいよクレーお話しだ 見つけたから見せてあげるねこれ見てお魚が取れる網だよどう使うか教えてあげるねこうやって網を広げて湖に入れるのそれからタイミングを見計らってよいしょってすればお魚が取れるよ網にかかるのを静かに待って 一気に上げるんだ。<laughs> コツを教えたからきっとクレイみたいにすごくなれるよこの方法だと爆弾を使うより大変だけどとれたお魚がツルツルで生き生きしてるのちゃんと握っておかないと湖に戻っちゃうくらいでも こうしてお魚と遊ぶのは楽しいんだ。え。本当？じゃあ待ってて。爆弾ならすぐ作れるから。実はもう材料用意してあるんだ。えひひくれすっごく嬉しい！だって、お兄ちゃんのお家は壊せないし。 この方法だと爆弾を使うより大変だけど取れたお魚がツルツルで生き生きしてるな。ちゃんと握っておかないと湖に戻っちゃうくらいでもこうしてお魚と遊ぶのは楽しいんだいいよお兄ちゃんが負けたら晩ご飯はお兄ちゃんが作ってね クレーすっごく嬉しいうんお兄ちゃんに手伝ってもらいたいことがあるのクレーねボンボン軍ンダを作りたいなボボンボン軍団、えっとボンボンがたくさんある お願い。じゃあ、すぐ始めよう。クレイがボンボンを作るから、お兄ちゃんがボンボンに役職を与えてね。具体的な役職は、店員さん、コックさん、画家さん、サークス団の団員さん。大丈夫だよ。人が多いほど賑やかだから。 ボンボン軍団があれば毎日お兄ちゃんとバドル同祭を過ごせるねお兄ちゃんがいるからバドル同祭がもっと楽しくなるねお兄ちゃん大好きじゃあすぐ始めよクレイがボンボンを作るから お兄ちゃんがボンボンに役職を与えてね。具体的な役職は、店員さん、コックさん、画家さん、サーカス団の団員さん。大丈夫だよ。アクセサリーをつければ判別できるんだ。ボンボン軍団があれば、毎日お兄ちゃんとパドル動作を過ごせるね。 お兄ちゃんがいるからバドル同うがもっと楽しくなるね